すを聞いた貝神の言った勘違いよりこれを安げめせしめてくれへんと知り掲げかけいだすをこれ待ってとお里は取りつき兄さんこれは一生の私までが意味許してくだされと頼めの光る金飛ばしお船になるお仕事邪魔広ぐなどすまぬ手直し張り飛ばし最善を期し風の潮へいやこれ忘れて私下げてかとおしとねも母もかけいて何事とといえば娘はこれこれこれ都からこれも貴様の御台若にいたずれさまよいおいでありつもる話のその中へ千里に来ると知らせを聞き三人連れで神一へ落としましたお情けない兄さんが聞いていて打ち取るか逃げ取って褒美にするとそれ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 たった今追っかけてとよびっくりやざいわんそれ一大事とたしなみの品屋の脇きだし腰にも飛びかけだす向こうへおーいほーいはいおの提灯梶原平蔵歓迎おきれい広いおもとにじって家もとす道鎌倉へ。
はようち。取るものも取りはえずきたれども、油断の敵は己を取り逃がすまいため。さあ、食えを手渡すか、ただし、いはいにおよむか。返答せいと責めつけられ、かなわぬところと胸を吸い。なるほど、一旦な格まいないとは申したれども、あまりご戦に強きゆえ、隠しても隠されず、早先だって首を打ったり、ご覧に入れんおとおりと、おもない入れば母娘、どうなることと気づこを打ち、すしをけひっさげやざえもん、しずしず入れて、向こうに直し、三味これ森の首お受け取りくだされよと、たを取らんとするところを両もおかけよりじゃ搭載おおやじのこのおけのうちにはわしがちっと大事のものを入れておいた。こなさん開けてどうするぞ。おあ、我は知るまい。この桶には最前これ森卿のお首を折って入れおいた。いやいや、この桶にはこなたに見せぬものがあると、引き寄すれば引き戻し、己が何にも知らぬゆえ、いや、こなたが知らぬゆえと、妻は金と心得て争い、かじわらへいぞ。さては、こいつら言い合わせ、しばれ、くくれと下地の下、とったとったと取りまく。これもり夫婦ガキめまで、いがみのごんたがいけどったり、打ち取ったり、と呼ばぬ声、かっとばかりにやらえもん、よう娘こきわきおらん、いがみ。ゴンタはいがめしく若気味な石を悟しばい、中にしっぱてめどりえんどかと引きすい、おやじのマイスが三味これ森を熊の浦より連れ帰り、道にて頭を反りこぼち、青二歳にして与助と名を変え、この間は山を出くらし、無個前作池戸って面はじと存じたに、思いのほか手ごわいやつ、村の者の手を買ってよいよと討ち取り、首にいたして持参、いざ五十剣と差し出す。なるほど、なるほど、住み心地やすけというとは存じながら、先だって言わぬはやざえもんめに、思い違いを誘うため、聞き及んだ今見ぬ。悪者と聞いたが、お上へ対しては忠義の者。でかいだ、でかい。
はいい。いけぞ。せしはおり脱いで渡せよ。あっちょずらもこれよ。これよ。そのはおりはかたじけなくも、よりとも公園のお召しがい、何時でも鎌倉へ持ち来たらば、金銀と釣りがいい束縛の相門と聞くよりいただき、できたできた。どうせ肩にが流行るよって二重取りをさせぬ分別はよしたものと引き前に縄突き渡せば、えっ、おって首を打わに、おさめ、させ、おりゃ、こんた、やざえも、一家のやつらしばらく南人に預くるぞ。いやもうお気遣いなされますな。貧乏ゆるぎはさせませぬわい。てさてけなげなおのyou
No, no, no.
しや親父様、私が性根が悪さにご相談の相手もなく、前髪の首をそのままで鎌倉へ渡そうとは了見違いだ。危ないところ。梶原ほどの侍が弥助というて青二歳の男に仕立てあることを知らいで手に来ましょうか。それと言わぬあっちも巧み、これ堀様ご夫婦の路銀にせんと盗んだ金、思いを証拠に取り違えた寿司桶、開けてみたれば中には首、はっと思いの、これ幸い。酒屋きそって突きつけたわ、やっぱりお前の仕込みの首、そのまた根性で御台若君に縄をかけ、なぜ鎌倉で渡したぞ。そのお二人と見えたのはこのごったが女房せん。これ堀様ご夫婦、若君はいずくにぞ。合わせましょう、合わせましょう。お、袖よりのす一文へ、ふわして一杯こ
不得开的希望，我若为母三年度，我若为学年多年多几多几，末日子一点小小，我为你讨我心把我日。求母阿达，你有了。阿达里达达人，你莫知道不起你。我呀我呀，西古我一到也是阿达，也是给个他我你一点我仔细。他的阿姨看到的哈哈比多耶，他的那么心我到你一里过命，心我的几个王，可怜我的狗，我你的谁娃如，让你多团团，可那他必须我的阿罗达米子娃，一直。我要你多多过去，你阿子嘎如，几岁子我阿如买，都得开一段路。阿哥今都无聊，我的我的什么诺可比我的莫耐心，我看你米诺卡瓦里里达的个小莫那个。我问你古人是我的卡拉里哟我心啊心啊的我这里我要我都看到我过去我也去问你那你无若大爷如果都拿住我是托接到我古人苦多给我我死了我谁我里面我刚刚三个一小一多多么你妈妈谢谢把你那娃嘎给你我嘎嘎嘎给下了活动的一按到我那个死骨的头我到啊那都一按下都我把我的话拿给起没的话拿给我心如念你死的说那多听我可可惹我おにいてもしゃしんでもこたえあれだれちのなみだかわやうみやにおぼぼわっとひとごえそのときにこれ希望
遊んでいれば親の顔を目印に苦味の走った子があるかと尋ねてみては、これこれ子供衆、ゴッタが息子はいませぬかと問えど、子供はどのゴッタ、家なは何とと尋ねられ、俺が口からまんざらに苦味のゴッとはええ言わず、悪者の子やゆえに跳ね出されておるであろうと思うほどなおそちが憎さ、今治る根性が半年前に治ったらのまま親父と嫁女や孫の顔見覚え、お母なに、おー、俺もそれはありがとむせかえりわーとわがりおしーしる、もう心の重涙、これも利休は身に世話の意図と思いに書きくれたまい、やざるもんは嘆きさぬことなれども、表はかれ慌てしすぬも皆因縁、なちが打って帰りたる首は締めの呼吸をとて、内緒はどうせし不在の家来、生きて尽くせし中身は薄く、獅子で身代わる地を禁脱し、これも不思議の因縁と語りたまえは、でもさてもすんならこれも鎌倉の追手のやつらが皆仕業、おいおにやおよむ大将よりとこが伊勢にはびこる無徳心、人たち恨みん残念と怒りに混じる涙、下に踊りと矢座右門梶原が預けたる陳馬織を取り出し、これはこれ頼朝が着替えとて褒美の愛門に残しおきし、ずたずたに引き裂いても、ご一門の数には足らねど、一先ずつの御手向け、さあ遊ばせと差し出す、何頼朝が着替えとや、真の余剰が試しを敷き、気の笠いて一門の恨みを晴らさん、思い知れと御馬鹿せに手をかけて羽織を立って引き上げたまえば、裏にもよかう楽しもなく、うちやゆかしき、うちぞゆかしきと二つ並べて書いたのは、ほら心得ず、この歌は小町がえいか、雲の家はありし昔に変わられど、見し玉だれのうちやゆかしきとありけるを、その返しとて人を知ったるこの歌を、ものものしを書いたは不思議、ことに梶原は若に心を寄せし者のふ、うちやゆかしきはこの羽織の縫い目のうちぞゆかしきと、襟にはつけには切りほどき、入れ歯うちには今朝ころも術まで添えて入れおいたわ、こりゃどうじゃ、こうはいかにと
呆れる瞳と、これも一興。ほほほさもそもずさもあらん。宝月平次のその昔、我が父小松の死ねぼり、池と善にと言い合わせ、死罪に極まる頼朝を命助けて挑むえるに、その恩法寺にこれをりは助けて出家させよとある、おわがが怪しいか、恩が怪しいか。敵ながらも頼朝はあっぱれの大将、見したまだれのうちよりも心のうちのゆかしやと、衣を取ってくれとても、父死ねぼりの恩かげどいただきたもぞ通りなる。喜び涙、清いのごんだは入れすぎおり、模様は口へで梶原をたわかったと思うたが、あっちが何にも見なかってん。思いはこれまで語ったも、後は命を語らるる羽と知らざる浅ましいと。悔やみに近き終わりには、これも利行もこれまでは仏を語って輪廻を離れず、離る時は今この時のおとどりふつと切りたまえは、ないし若君お里はすがりともに玉とも姿を変え、お宮使いを許してと願いど叶わず、打ち払い打ち払い。内緒は高尾の目が食えろ、不代がこと頼まれよ。お里は兄になりかわり、親へ孝行を変えようと立ち寝でたまえば、やざえもん女中の友は年寄りの役ともろとも旅よりえおいおいだわる母親が、のほれつれない親父のごんたろが最後も近し死に目に追ってくだされと、止めるに席を上げやざえも、現在血を分けたせがれを手にかけ、どう死に目に哀れをぞ、死んだを見ては一足も歩かるるものかいの、息あるうちはかなわぬまでも助かることもあろうかと思うが、せめての力草止めるそなたがどうよく手親に、母は取り分け娘はなお、不憫不憫とこれ森の首には分けさて、に衣も田向けの門もあのくだら、三脈三菩提の角で高を高のへ引き分くる、の渡れに親子の名残。
顔と顔思いは揺れ山と揺れや吉野にどこSugar is king. Do you?
が君としばし涙にむせびし武蔵殿をせいせよとわしをやったその後で早御所おのきと聞き二里三里臆病とも追っつくは女の念力ようもようもむごたらしゅこの静かを捨ておいて二人の衆も聞こえませんぬわしも一緒に行くように取りなし言うてくださんせと嘆けばどうもに義経も情けに弱る御心見てとって駿河の次郎主君も道すがら噂なきにはわらねども行く道筋も敵の中如意もどごどごなされてはいかがならんとすかしなだむる時しもあれ武蔵坊弁慶息を切ってはせつき土佐坊運のも下を手の剣と都に残り思わず地産つかまつるといいもあえぬに御大将大身を持ってちょぼちょぼと殴り情けもあらほぼしを目鼻もわかず叩き立て問わずびくとも動いてみよ義経が手持ちですると御怒りの眼色に思いがけなき武蔵をはっと恐れ機嫌の底の渡そうなれど弁慶が身にとって部長を保護せし覚えなしいや覚えなしとは言われまい鎌倉殿と義経が兄弟の不和を取り結ばんと川越が実に今日の君が最後を無限にして義経が打って手に登りし鎌倉勢にもそんなぜ切ったこれでも何時が誤りであるまいかさあ返答せよ坊主めとはったと睨んでのたまえば武蔵は返す言葉もなく頭も上げず怒りしがあんなはばかりながらそのことを存ぜぬにてもわらねども主君の寝ろをまじまじと見ているもののあるべきかこれというも我が君のさすらいより起こったこと無念無念と拳を握りついに泣かぬ弁慶が
足しない涙をこぼせしは中に揺れとぞ知られけるよしつねをもてをもあい我が行く先が敵となって一面でもよきロボットを力見する自説なればこの度は許しもくと仰せに弁慶はっとばかりに頭を下げ坊主頭を撫で回して喜べばあんなさあこれからはこの静かが君のお供をするように取りましたのむ武蔵殿ちっとも厭わぬ糸言わせぬ連れていてくださんせと涙ながら我が君にひしびしと別れに方眼も目をしばたたきおわせしが亀井に持たせし錦の袋それこなたへと取り出しこれこそ方々よりくだし回る初音の鼓また王までの形見とも思うて朝夕慰めと私たまひしと身に添えてカッパとオフして泣きたる時刻や移る年中も涙とともに立ちたまえば静かはそのまま我が君のお味噌でむすがりつき淵川へも身を投げて死ぬる死ぬると泣き叫べば人々も持て余しなんとせんかた駿河の次郎立ち寄って会釈もなくと引き抜け幸いの縛り縄と鼓の調べひっぽどき静かを道の梅の木にがんじがらめにくくりつけさあ邪魔は春をたりいざさせたまえともろともに道を早めて急ぎ
とに我が君の後ろ影見ては泣き泣いては見どよくなするがどの情けに出かけられた縛り縄が恨めしい引けば悲しやお畳の鼓が損ねよなんとしよう解いて死なせてくだされと声をはかりに泣き叫ぶ雨も当てられ義経のがさぎと土佐がのことを早見のとこだアバタの増上めいめい体罰腰上陣道を照らしておかけしが古木の影に女の泣き声何者ならんと立ち寄っていやこいつこそ音に聞く義経が思いもの静かという調べ越し縄までかけて当てぐぼたはいやマシマシこの鼓も義経が長保護せし初音という鼓ならん福徳の三年目と戸を立てば役縄切りほどき鼓もバイトに引っ張ってゆかんとするところへ Oh!
鼓を取らんとはどうより厚き面の皮打ち破ってくれんずとポンポンと踏みのめせばキャッとばかりを最後にてそのまま息は耐え果てたあり鳥のもとの木陰より義経しゅうじゅうかけんでかけんで珍しやただのぶとおせぼ聞くよりはっとばかりこうは存じよらぬ金山と飛びしさって手をつけば加盟するが武蔵の互いに無事を語りよ義経公も御役にて今に始めぬ忠信が手柄あっぱれあっぱれ今より我が生命を譲り清和天皇の後院源の九郎を義経と名乗りまさかの時は方眼になり変わって敵を欺向き広大に名をとどめよこれは当座の褒美とって家来に持たせし本気せながただの分に旅ければはっとばかりに押しいただき頭を土にすりつけすりつけ温泉めいまでたまわるわ少女をせせの面目武士の名が見かないしと喜び涙にくれなんじは静かをどぼどぼして都にとどまり万事よろしく計らえと君は静かに別れを惜しみさたちたまえば今がまことの別れだと立ち寄る静かを久しぶり加盟するが立ち隔て押し隔つればただの運も我が君に人まごい互いに無事をうなずき合い嘆く静かを押しのけ押しのけ心強くも集中よに山崎越えに天ヶ崎大物さして入れたおしばし待ってて
生しとどむれば御行き方を打ち守り御看馬瀬を見るようで恋しまいのと死にひれ泣きへれ踊り通り去りながら別れもしばしこの鼓君の肩身とあるからは君と思う肌身に沿い憂さを腹させたまえやと下したまわる恩着せながゆらりと肩にひっかとに なだめて手を取れば静かは泣く泣く肩身の鼓肌身に沿う